さあそれでは続きやっていきましょう。今回はねデカールをね直していこうかしらというところでございます。直していくというよりリタッチですね。前回割れてしまったところがあるんでまだデカール貼り切れてないんですけれど、でねまあちょっとここのね本当はマイカシルバーなんだけど、まあ似たような色でやっていくような感じにします。ちょっとカメラもうちょっと上に向けて自分がやりやすい位置でと、これなら見えるかな。で1対1で割った状態のものでやった方がね正直いいんですよ。塗ったすぐっていうのは違和感があるんだけど乾いた時に自然になるんで、でねもちろんやった後はね触らないようにしましょう。では早速ちょちょんとやっていきますか。もう筆で塗っていくような感じですね。割れたところだけこんな感じで、本当はマイカシルバーなんだけど持ってないんで、あれでスターブライト、なんだっけ、ガイアのねブライトシルバー使ってます。でこれが落ち着いてくると目立たなくなるんでね、今この状態でももうすでにだいぶ目立たなくなってきてるんですけどね、今筆でねちょっと描いた、見えるかな、分かりづらくなってんだ。これはね似た色でこうやってリタッチしてあげるだけでだいぶ、これで塗ったすぐっていうのは本当は分かるんですけど、乾いてきてで後でトップコートしてどうのこうのやっていくうちに消えてくんでね、こんな感じでちょんちょんと、あんまり派手にやりすぎてもね今度目立つようになっちゃうんで、その割れたところだけを少しこう触ってあげるレベルでやっていってあげればいいかなと思います。はみ出さないようにね、逆にやったらおかしくなっちゃったっていうふうになってもね悲しいんでね。ブライトシルバーが一番それっぽく見えるな。結構ね明るめのシルバーなんだよね。オッケー、こんな感じ。もうこれ多分ね今自分の目でこうやって見てるけど言われないとわからない感じにまで持っていけてるかな。うんね、大したことないんだよね結構ね。だからそう恐れることもなく、破れちゃったら破れちゃったでも無理にねつなげようとせずにこうやってね筆で書いてあげるとそれだけで十分良くなるんじゃないかなと思います。似た色をね塗装するっていうのがまた大変なんだよね。塗装っていうか色を探すのがね、タミヤのねちゃんとした純正色を持ってる方ならいいんだけど、そうじゃない方の方が多いと思うんでね、まあ僕なんか特にそうなんで。で今度はブライトシルバーを今やったので、次はハーマンレッドだな。で筆もねしっかり洗ってあげてね次の色に使うというようにしましょう。じゃないとメタリックレッドになっちゃうからね今の状態だと。ちょっと待ってね、今筆は洗ってるんで。よし、やっていこう。サイドのね、デカール貼った時でもね、割れちゃったんだよ。なんてことだと思いながら。なんかね、デカール貼るのが難しい、すごく、今回のこれ。破れやすいというか、なんというか。このねキャップの裏についてる筆こうやってすくってあげればいいかな。であんまりつけすぎるとねボテっとしちゃって厚みが足りなくなっちゃったりするんで色が逃げちゃうっていうかね。よいしょ。でまたこれもね赤が乾いてくると自然に
見えてくるので、ね、わかんないでしょ。ちょっと遠いか。こっちそんなに破れてないんだよね。もうちょっとアップにしてやりましょうか。ラッカー系だから臭いな。ここ割れてるでしょ。ここね。ここをね、こんな感じで。ちょんちょんとか。ちょんちょんとか。ね、分からなくなった。こんな感じ。ね、いいでしょ。OK。というだけの動画でした。すみません、全然時間があれだよね。5分しか経ってない。いやー、参った参った。まあね、言ってみれば時間も5分ぐらいの、本当にね、こんな程度でちょちょんで済んじゃうんで。まあ、ぜひね、破れたら破れたで同じ色を探して、で1対1で割ったやつがいいです。そのまま現役の方がいいんじゃないかって思うんだけど、あ、まあこれをね、いつも僕も言うこと一緒なんだけど、僕はね、正しいとはもちろん言いませんので、ぜひちょっとね、こういったことも参考にしてもらえると、皆さんがね、作っていく上でね、いいんじゃないかしらと思います。これツールクリーナーね。あー、垂れた、やばい。ツールクリーナーだとなんかこの、あーほら、色が剥げちゃった。やらかした。ツールクリーナーって強力だからさ。シンナー違う、普通の溶剤より。あー、やばい。このマス目が消えちゃった。で、カメラ映ってないね。申し訳ないです。まあ、そんな感じでね、やると。たちもね、うまくいくんで、まずね、今言ってた同じ色を探すっていう方が正直ね、難しいんで、そこだけ気をつけながらね、やっていくといいかなと思います。ポイントとしては僕の場合1対1で割った、もうすでにね、いつも塗装する時と同じような感じの薄め具合でやっていくといいと思います。まあ、ちょっとね、今日はもうこのまま時間もまだ少しね余ってるんで、再びデカールを貼っていく作業をね、していこうかなと思うので、もういいよ、ナブさん、もう興味ないからっていう方はここでドーンと飛ばしてもらってもよろしいんではないかしらと。まあ、ただまだね、大判の部分っていうのが全部塗装してあるわけではないので、貼ってあるわけじゃないので、ナブさん、そこどうやって貼ったんだろうみたいなね、ちょっと気になるようなところがありましたら見てくださるといいかなと思います。では早速デカール準備中。あとちょっとなんだよね、デカール貼るの。あとはもうちっちゃいのに入っていっちゃうから大したことないんだけど。でもう一つ言うと、塗装がね、剥がれてしまったよとか、剥げてしまったとかいう時にもね、ああやって1対1で割ってあるやつの方が僕はいいんじゃないかなって思います。ピンセット、ジャボンとつけて、説明書どこやったっけ。あれ、説明書がない。あれ、まあ、ここで少しまたどうでもいいお話というか、まあ、どうでもよくないんだけど、僕からすると実はですね、コンパウンドが完売しました。すべて皆さんのご協力もあり、なんとかすべて売ることができました。本当にありがとうございます。ちょっとこんな状態でね、場を借りてて申し訳ないですけれど、すごく大変でした。でもね、嬉しかったですね。本当にすごく嬉しかった、なんか皆さんをまたね、身近に感じましたね、ことができてというか、ありがとうございます。でね、まあちょっとあれなんですよ、
次の販売がまたいつになるかわからなくて、どうせかなっていうところで今悩んでおります。今回買えなかったっていう方もね、もしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思って、まあ、ただね、やっぱりコンパウンドなんでね、特にあの今のそのコンパウンド自体が結構伸びが良くて、すぐになくならないと思うんですよ。だから次もしね、買うとなるとね、買うっていうか、あの準備しようと思うとなかなか売れないんじゃないかっていうところもあって、中にはね3個買ってくれた人もいたりね、3個買ったらもうだいぶ買わなくていいでしょっていう感じだけど、いやー本当に嬉しかったです。助かりました。すごい心配だった、正直本当に心配だった、売れるかこんなにとか思って、100個近くあって、で結局何個かは手売りっていうかさ、教室に来てくださった方に買ってもらったりとかしたり、あとね、食事会の時とかもあったりとかあって、何個かもすでに出してはいたんですけど、あとまあちょっとモニターしてもらったっていう人もいたしね、中には、まあ、G&カードの中にはねモニターも一人いましたけど、でまあもちろん自分でも使ってみてっていう感じでね、おこれはいいぞっていう感じになったんで、剥がれないかな。まあ、今後もねそういった便利なものは出していきたいなって思うんで、また皆さんにね買ってもらえそうないいものを世に出していけたらなと思います。まあ、基本ねプラモデル関係グッズっていうふうには思ってるんですけど、まあ、グッズ関係もね作ってて、だけどそのグッズっていうのもね結局プラモでこういう時に使えますよみたいなグッズっていうと、まあコンパウンドもそうなのか、そういうのもね出していけたら、プラモとは直接関係ないんだけど、プラモね、プラモ作る上で結構関係してくる大事な使えるものっていう感じとかねもういいと思うんだよね。これね無理に剥がそうと思うと破れるんだ、これじわじわいかないと剥がれる、破れるんだよね。いいかな、 OK、 ここでいいんだよな多分。さっきリタッチしたところがあるからそこ気をつけないといけない。これどこに貼るんだろう、よく絵が分かんないな。上からの図、あーそんな感じね、うんうんうん、こうか、なんか位置が合わねえな。なんか位置が合わないな。うん。もっと前か、こうか。いやこれね見てても全然わかんないんだよね。こうでいいのかな。
こうリタッチしなくてよかったんじゃね。やらかしたぞ。フロントのシルバーの部分はねもちろんしないといけなかったんだけど、これね、その G&Cars のメンバーの熊谷くんがもうすでに作ったんだけど、ようやったなこれ。なんか結構めんどくさいな。なんか自分下手くそになったのか苦手になったのかどうなのかな。熊谷くんに難しいかどうかだけ聞き合えばよかったな、やる前に。熊谷くんも結構根気強いからね、あの気にならずにやっちゃったんだろうな。彼結構じっくり派だからね。見ての通りね、あのサブチャンでもやってるけど、熊谷くんってね見た感じ結構やっぱりおとなしめな感じのね人でね、結構彼はあれで冷静なんですよ常に。静かに見て静かに判断してみたいな。よいしょ。なんか持ち方が変なせいか手がプルプルするわ。あんまりピンセットでやると破れる原因になるからあんまりやりたくないんだけど、ちょっとしょうがないか。本当は筆でやるのが一番いいんだよね。ちょっとこう濡れた筆でね慣らしてあげるというか。やっぱり筆使うか。ああすいません、カメラ映ってなかった。難しい。これ後で貼りたいところだな、この枠の部分だけ。しまったな。キータが泣いてる。あ、破れた。聞こえる？多分自分がこうやって喋ってるから気になるんだろうね。お前どこ行っただみたいな感じでね。声は聞こえるだけどどこにおるだのくせに工房に入ってこないっていうね。もうドア開けといてもね。破れちゃってる。ちくしょう。破れたなら破れたでそのまま続けてってもいいか。チェーって感じだな。ああ、いや、もうこれ取っちゃおう。えい、取って水につけてちょっとここに保管しておいて、でここの部分を先に湿らせておきながら貼っておいての、上の方を先にきれいにしておいてですね、それから横の部分をきれいに貼って、ちょっと軟化剤が足りない。完全に絞らずに、
これね、実は、まあいいか。まあいいかっていうと気になるよね。きれいに貼る方法ってあるんですよ、本当は。無理やりこうやって絞ってくっつけるとか設置しなくても、ある程度くっつけておいて、あとも放置するっていうのが一番本当はいいんだよね。そうすると乾いてくに従ってくっついていくんだ。だから軟化剤も少しつけておいて、ちょっと拭き取っておくだけっていう形の方が、後で柔らかくなって自然にこう溶けてくっつけていくっていうか、で乾きながらくっついていくみたいな、そういうのが本当はあるんだよね。本当はそれが一番いいんだ。中に少し水を残しておくというか、乾燥とともにピタッとくっついていくっていう。ちょっとコツはいるけどね。で、後で変な風になったら、そこをね、軟化剤とかで溶かしながらくっつけていくっていう方がいい。どうでしょう、ほら、綺麗に貼れた。今映ってたかな、申し訳ない、外れてたら。ちょっと今こう白く見えてるけど、これちょっと光の加減で白く見えてるだけで。ああ。でもちょっと筆を今日置く場所がないな。どうでしょうね。で、余白ここ残ってるでしょ、チラチラチラっと。これ後でね、この辺がしっかり乾いてから、後で軟化剤をここのエッジの部分だけ塗って折り込んでいくっていうやり方をした方が綺麗に貼れる。で、もしね、そのうちに破れちゃったとか、そういう風になった場合は、さっきの、ね、方法で1対1に割ったやつで綺麗に貼っていくっていう風にしていくと、割と綺麗になるかなっていう感じです。どうでしょう、なんとかなりましたよ、よかったよかった。綿棒はめちゃめちゃ濡れてる。よし、できた、いい感じです。ちょっとこうカメラだと分かりづらいかもしれないですけど、まあっていう感じですね。なんでデカール、あとまだここからね、ここのデカール貼ったりとか、まあまだ他にもいろいろあるんでね、じわじわと、あとは一人でやっていこうかなと思います。またね、ここポイントかなっていう思うところがあったらね、もちろん動画で流させてもらおうかなと思うので、また見ていただけたらと思います。では続きをどんどんやっていこうと思います。ではまた。